ぞ。これで決める。行くぞ。スイッチ行くぞ。スイッチチャンスだよ。助かったよ。行くぞ。いいぞ。
プレミアちゃん、具合は平気？問題ありません。つまり大丈夫です。ユイが言うには、プレミアに起きた現象は後に引きずるようなものではないみたいだ。発生したその時だけ影響が出るもので、落ち着きさえすれば普通の状態に戻るらしい。そうなんだ。とはいえ心配なことには変わらないけどな。いざって時は守ってあげないとね。うん、プレミアちゃんもまた調子が悪くなったら言ってね。わかりました。ありがとうございます。安心して私たちに任せてね。でもプレミアちゃんが言っていた寂しく悲しい思いって気になるよね。以前 SAO で起きていた負の感情が溢れたのとは違うってユイとストレアが言ってたしな。でも誰かの思いではあるんだよね。だとしたら一体誰の思いなんだろう。危なかった。部屋に踏み込んだ途端モンスターが押し寄せてくるんだもんな。一人だったら逃げ切れなかったぜ。メンバーに集合かけるから、また後で再挑戦だ。それにしても俺たちの後に一人で部屋に入ったやつは今頃死に戻りしてるだろうな。そんなやついたのか。フードに仮面つけた変なやつだよ。見なかったのか。お前それってレアモブじゃねえか。攻略なんて後回しだ。急いでメンバー集めるぞ。うわ、ちょっと待てよ。ねえ、今の人たちの話って。間違いない、仮面の NPC だ。一人でモンスターが押し寄せる部屋に入っていったって言ってたわよね。しかも今の人たち仮面の NPC を狙っているみたいな口ぶりでした。レアモブとか言って、どうせまた倒せばレアアイテムが手に入るとか、くだらない情報が流れているんでしょう。何にしても仮面の NPC がピンチなことには変わりなさそうね。ああ、急いで向かおう。こんな時に。Thank you.
追ってるのかも。行こう。うん。私の未来は私が決める。ここで倒れてなどいられない。大丈夫か。戦闘が続くっていうの？どうやらこいつが親玉みたいね。しつこい。あ、ちょっとあんた。私は行かなくてはいけない。何のつもりだ。君と話をしたいんだけど、ゆっくり話をするにはこいつが邪魔だろ。戦う準備はいいか。勝手にしろ。よし、倒したぞ。倒した。なあ、それよりも大丈夫か。よかった、間に合って。苦しんでたみたいだけど平気なの？この部屋にレアモブが入っていったんだ。よし、ぶっ倒してレアアイテムをゲットするぞ。さっきのプレイヤーたちね。来ますよ。あ、待ってくれ。なあ、ここに仮面をつけた NPC はいなかったか。そんな NPC いなかったわよ。見間違えたんじゃないかしら。おいおい、急いできたのにどういうことだよ。待てって。確かにこの部屋に入ってくのを見たんだって。急いでメンバー集めたのにどうすんだよ。アホらしい。戻ろうぜ。ちょっと待ってくれよ。まったくタイミングが悪すぎよ。ようやく仮面の NPC と会うことができたっていうのにね。それよりあの NPC、 戦っている時から様子がおかしかったわよね。ええ、私に入ってくるなとかそんなことを言っていたわね。あれってやっぱりプレミアちゃんと同じ現象が仮面の NPC にも起きていたんじゃない？
おそらくは。あんなに苦しそうな状態で戦い続けるなんて危険だよね。しかも今みたいにプレイヤーにまで狙われているとなると余計に心配です。プレミアちゃんに起きた異常の原因を知るためにあの NPC には話を聞きたいんですけど。なんていうか、それだけじゃ済まない感じよね。あんな辛そうな姿を見せられちゃうと。私にはみんながいてくれました。私が襲われた時も、苦しくて倒れた時も、みんなが助けてくれました。でもあの人にはティアと同じように助けてくれる人がいない。プレミアちゃん。仮面の NPC が一体何者なのかわからないけど、置かれている状況はわかった。俺たちも先に進もう。もう一度彼女に会うんだ。